そうですね、SNS サイトの知人が大食い挑戦やったんですよ。残念ながらちょっと失敗しちゃったんですよね。で、僕も食べてみたって多いんですけど、自分のチャンネルでチャレンジメニューの映像っていうのがなくて、そのツイートでちょっと触発されて、僕もちょっとやってみようかなっていうふうに思ったんですよね。僕家系ラーメンが大好きで、で、家系のやつないかな、検索かけてみたんですよ。自宅代々木にあるんですけど、代々木から自転車に行けるっていうことで、早稲田口の近くにある違う屋さんっていうところでちょっとチャレンジをしてみようかなっても思ったんですよね。やるからには成功したいですよね。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。アンダークラスでアッパークラスからくり箱 DS です。チャンネルになって、初めての大食い企画です。で、ものまね芸人の物言いさんっていう方が、プロデュースしてるラーメン屋さんがこちらの違うかっていう店になってるんですよ。よいしょ。ちょっと歩道のスペースの関係で結構狭い感じになってます。水曜日に一度来て、完全予約制って言われて、今日改めて出直しました。で、今日の気温が最高気温28度。暑いっす。それでも一応せっかく予約もしたんで、初めてのチャレンジということでやってみたいと思います。では、すいません、こちら店内の中に入りました。ちょっと僕も初めての大食いチャレンジということで、テンション上がってるんですけれども、お店の方からですね、まずはのぼりが 準備されてます。めっちゃサービス満点なんですけど、こんな大食いチャレンジするんだからサービス満点当然か。これが僕がちょっとやってみたいなって思ってる大食いチャレンジです。3キロで30分、4杯分って書いてあるんですけれども、スープも全部の、残さずに、完食完飲してくださいということでした。いけるのかな。今チャレンジメニュー待ちです。でですね、僕今日金曜日なんですけど、月曜日に一度このお店にお邪魔してるんですよ。で、特盛鬼盛りっていうのがあって、鬼盛りを醤油で食べたんですけれども、麺が低加水で結構ストレート麺、九州ラーメンとかのニュアンスの方が近いのかなっていう感じでしたね。お箸があるんですけど、お箸がちょっと取りにくいなっていうイメージがあったので、自分でちょっと割り箸を持ってきました。いやー、すごいな。さっきお笑い芸人さんっていう形で、外の方で言わせてもらったんですけど、物言いってご存知です？皆さん。違うかっていう人ですよね。すごい、人もね、幸せオーラが満喫しててね、人のエネルギーをもらって食べれたらいいなと思います。外暑かったんですけど、涼しくて、ちょっと幸せ。よかったー。挑戦なんですけどね、やっぱり美味しく食べたいなと思うし、お店の人もさっきいろいろ説明してくれた時にすごいやっぱり丁寧だったんですよね。それをあまり無下にもできないし、美味しく食べれた上で完食できればいいなって思ってます。ラーメンが到着しました。伝わるかな、映像で。もうこんなんですよ、すり鉢ですよ。しかも卵1、2、3、4、5、6、7、8個、ヘビやん。海苔ももうそのまんま、これすごいな。ちょっと多分喋ってる余裕がないかもしれない。いや、甘く見てたわこれ。やばい。今スープがこうあるから普通に見えますけど、多分もうノーアルタカは爪隠すじゃないけど、コクあるスープに麺隠しですよ。多分中にすごいいっぱい入ってるんですよ。じゃあもう早速いただきたいと思います。じゃあすいません、お願いします。いただきます。わ、すごい。ただのストップウォッチがすごいプレッシャーに感じる。塩どうなんだろう。美味しい。すごい塩っていうから結構どぎついかなと思ったんですけど、マイルドですね。しかし、さすがはチャレンジメニュー。実はこの麺、なかなかの重さ。見てお分かりの方も多いかと思いますが、普通に箸を刺せないんです。
なので小手返しというやり方で逆手からかき集める食べ方に変えています。そして思ったよりも順調に食べ進めるからくり箱 DS。 実は今回このラーメンを攻略するために2つの対策を用意してきました。1つ目の対策、めちゃくちゃ踊る。たくさん踊ることによって汗をかく、つまり塩分不足を補うということになります。またこの時に使う曲はそれが大事、負けないこと、つまりこの挑戦に負けないこと、メッセージを含んでいます。そして2つ目の秘策、踊った後にアンパンを食べる。甘い糖分を取ることによりより塩分への憧れを渇望。これで違うかへのチャレンジへの発動。おいしい。秘策を持っていよいよ中盤戦に差し掛かります。暑さが敵かもしれない。このノリでもう青みたくなる。すごいな、天狗さんのお茶みたい。暑さの他にスープ自体の暑さも強敵。とりあえず麺を冷ますために外の丼に一度移します。つるっこかな。あのさっきのめっちゃでっかいのりあったじゃないですか、あのスープに浸したら結構ちっちゃくなったから見かけ的にはちょっとこれラッキーかも。のり噛むとジューシーって初めてで。あとちょっとずるいんですけど、あのさっきあの卵のくだりあったじゃないですか、あの少し黄身を溶かして食べやすくする。いよいよ15分が経過。喉に使い始めるなどの障害も起きてくる中、なぜか増水状になってきたラーメンをいよいよスタートをかけて頬張っていく。あとちょっとなんですけど、やっぱり最初から3分後までピーマンが卵。まあやるからには成功したいですよね。さあ、いよいよ20分が経過。ラーメンというよりはもはやほうれん草と卵の白身の雑炊。さっき言ったよね。しかし、このチャレンジ、負けるわけにはいかない。美味しく食べる、美味しく完食する、その気持ちを胸にいよいよラストスパート。丼についた小さな具もなるべく丁寧に取り除く。そしていよいよ、すいません、ごちそうさまでした。おめでとうございます。すごい、もう5分残し、ありがとうございます。すごい、いやいや余裕そうでした。いやいや全然、すごい早いペースで。卵が来た。26分でなんとか食べきりました。最初は熱いなって思うんですけど、麺を外すじゃないですか。そうすると麺が加速度的に固まっていくんですよね。そうするとより食べづらくなるので、ちょっと僕一旦出した麺をもう一度丼に戻して食べやすくしたんですけれども、いやでもやっぱり美味しくラーメンを食べれるのって、やっぱり調理してくれる方もいるし、それだけこう素材があるから美味しく食べれるんであって、そこは本当に感謝したいですよね。うん、これ一番下に見えます？よく食べましたっていうの、これ多分食べた人だけが見れるもう栄光のメダルですよ。さすがにこのすり鉢噛めないけど、メダル違うか。あ、ダメだ。
頭に余裕がないわ。全然違います。あ、ありがとう。これ別に期限ないので。あ、本当ですか。そうですね。ありがとうございます。達成されたということで。一応お店の人から、撮影をしてもらったので、もしあの違うかに来た方は写真あるのかな、写真乗っかると思う、乗っかってたらチェックしてください。で、挑戦される方、挑戦される方ももしよければ違うかから、最初は一杯普通にまずは食べて、あの美味しさを味わってもらってからチャレンジしてもらうといいと思います。まあ、カラクリ箱 DS チャンネルになって初めての大食い企画でした。もっと大食いかな。それでは、今日もこんにちは、アンダークラスでアッパークラス、カラクリ箱 DS です。またねー。